やっほー、こんにちは、料理研究家の高健哲です。私たちの暮らしに欠かせない食、中でも身近な課題が食品ロスです。美味しい料理を作り、食事を楽しむためにも一緒に考えてみましょう。東京都では1年間にこれほどの食品が捨てられています。食品ロスを減らすことで環境を守ることや無駄なお金を減らすことができます。食品ロスを減らすことは大切なことなんですね。食品ロスを削減するために3つの場面での心がけが大切です。日頃のちょっとした心がけでできることばかり。それでは一緒に一つずつ見ていきましょう。買い物で賢く、食品ロスゼロ。皆さん、買い物に出かけると思います。まずは買い物をするときにできることから見ていきましょう。賞味期限は美味しさの目安です。少しぐらい過ぎても食べられないことはありません。すぐに食べるなら期限が近い手前の食品を買うことを心がけましょう。フードシェアリングサービスを使って店舗に売れ残った食品をお得に買うことで食品の廃棄を防ぐことができます。家で美味しく、食品ロスゼロ。家でできることって何でしょう。次は家庭でできる食品ロスを減らす方法を考えてみましょう。冷蔵庫を整理整頓して食品の使い忘れを防ぎましょう。食品を上手に管理することで無駄なく美味しい料理を作りましょう。食材を上手に冷凍保存したり、家族が食べる量を考えて作りすぎないようにすることも大事です。外食で楽しく、食品ロスゼロ。家族や友達と外食するのはとても楽しい時間です。ここでも気をつけたいポイントがあります。外食の時は食べられる分だけ頼むことを心がけたり、食事会では最初と最後に料理を楽しむ時間を作りましょう。どうしても食べきれなかった料理は持ち帰れるか聞いてみましょう。ちょっとした心がけで食品ロスは減らせるんですね。食品ロスを減らして環境や家計にも優しく美味しい料理を作ってみませんか。皆さんもできることから始めてみましょう。